出てないね。出てない。はいよ。水川さん全部やってるから。それは誰が見てもわかるでしょ。ね。本人がビビってたからね。Thank you.
終了です。マッチナンバー22、カットオルメントクォーターファイナル、名古屋レディース対名古屋セブン。ご覧のように、14対0で名古屋レディースリードです。
背番号1、山口真理恵コンバージョンゴール成功です。14対7で親リリースのリードです。ラジオリリース6番に森林制度が適用され日本車の登場となります以上になっちゃってさ、割とそういうとこありますよね。じゃあラガールセブン間違いじゃないと思うんですよ。あの我々近いところで見てるんだから、まあ、コミュニケーション近いところで見てるからさ、我々はちゃんと見てるんだけど、最近言われてるのはその普通はまずゲームコントロールって言われてるんですよ、レフリーは。だからゲームマネジメントっていうのがあって、ゲームコントロールはこれだけど、誰が見ても納得するよねっていう笛吹かないと。今度やったらダメよっていうぐらい言ったって、これは言ってないですもんね。本当に審議かよと。ペナルティはいいんですよ。彼女は真由美さんはそこまでいかなかったし、準決勝で終わったんですね。そういうのいらだってんじゃない？なんかね、で違和感あるでしょ？なんか違和感の今日のせいは、間違いじゃないんでしょ、ペナルティ取るのは。だけどそれがこう、でもあそこで市民まで出すのかよとかさ。19対12で名古屋リリースのリードです。じゃあ行ってきます。はい、
いらっしゃいませ。名古屋レディース選手の入れ替えです。6番岡田真美選手に代わって1番五十嵐美香選手が入りました。ファイナルです。マッチナンバー22、カップトーナメントクォーターファイナル、名古屋レディース対ラガールセブン。ご覧のように19対12、名古屋レディース勝利です。これで名古屋レディースはカップトーナメントセミファイナル、アルカス熊谷と対戦です。